姓は、東アジアの漢字文化圏で用いられる、血縁集団の名称。その範囲は、地域や時代によって変動し、死や苗字といった他の血縁集団名と様々な階層関係にあった。近代以降、ヨーロッパなどの他の文化圏の血縁集団名、家系名の訳語としても用いられている。姓は、苗字、苗字や死ともいい、明治時代以降は、 市として戸籍に記載されて管理されている。詳細は、死を参照1875年2月13日、大上官布告で死の使用が義務化され、1876年3月17日に大上官指令で夫婦別姿勢が出される。その後1898年旧民法で夫婦同士が制定された。以来、現代まで日本の制度では、べての日本国民が生を有する。 先祖から受け継がれてきた家庭の名称や夫婦を中心にした家族の名称を指す。家庭内や同性がいるときは、名のみが個人を表す名称だが、家庭以外では、生と名を合わせたフルネームで表記することで個人を特定する名称となる。日本人の姓は基本的に漢字である。ただし、一の瀬などのように一部にカタカナが含まれているもの、反り目のようにひらがなが含まれているもの、 佐々木のように記号が含まれているものもある。漢字文化圏以外から日本に移り住み国籍を取得したものの中には、元の性の読みを当て字にする、カタカナで表記するなど、本人の意向に沿った性を選択できるため、新しい名字ができることもあるが、使える文字は古籍統一文字に限定されている。日本には、 数多くの名字が存在するが、上位5000ほどの名字で人口の80%以上は網羅されるとされている。以下は2010年現在日本国内に多い名字である。生徒名の表記の順は、表記対象の人がどの国の人か、どの言語圏に属しているかということや、それを実際に表記する言語、また書籍の種類や雑誌の種類等々の種類の影響も受ける。 日本人が日本人の生命を漢字や仮名を用いて表記するときは生命の順で表記する。2000年に文部省国語審議会はローマ字表記においても生、名の順が望ましいと答申した。日本人の生命についてはローマ字表記においても生、名の順とすることが望ましい。なお、従来の慣習に基づく誤解を防ぐために生を全て大文字とする。 生と名の間にコンマを打つなどの方法で、生、名の構造を示すことも考えられる。2000年、文部省国語審議会日本サッカー協会では、この答申に従って2012年4月から、選手名を生、名とし、生を大文字にして表記している。科学技術情報流通技術基準では、参照文献欄の応文著者名の記載順は、名、生順ではないのですか という問いに対し次のように回答を。参照文献についての ISO 規格は、性を先に書くことを規定しています。改正版でも同様です。言論文での大文著者名の表記が、名、性順であっても、参照文献欄の表記では、図書目録と同様に、性、名の順にします。なお、参照文献欄が、名、性順のままの雑誌もあります。 2011年のサイエンス誌の参照文献欄は、名のイニシャル、聖の順。ネイチャー誌は、聖、名のイニシャルの順でした。科学技術情報流通技術基準はまた、日本語論文の参照文献欄で、外国人名をカタカナ表記する場合、聖、名順ですか。複数著者名の場合の区切り記号は何ですかとの問いに対し、次のように回答した。シストレニノの,の 4-1-1個人著者名の記載例、ケネリ、ジョンカイのように、オーブン著者名と同様に、正、名順です。カタカナ氏名を含む、複数著者名の場合は、シストでは規定していませんが、オーブン著者名の場合を当てはめて、以下の例に示すようにセミコロンで区切ります。森安を、ケネリ、ジョンカイ、オバマ、バラク。英語では、存命中、または最近死去した。 日本人の生命に関して一般的には生が最後でマクロンを付さずに与えられる。歴史上の人物では名字が最初に付けられる。日本人は通常英語や西洋言語を使う際に伝統的な日本の生命順序とは逆の名声という順序で生命を紹介する。明治時代の日本で始まったもので多くの英語出版物では現代日本人の生命順序は 生が後ろになっている。文部科学省の国語審議会は、この慣習が明治時代に定着したと次のように書いている。日本人の生命をローマ字で表記するときに、本来の形式を逆転して、明星の順とする慣習は、明治の王家主義の時代に定着したものであり、欧米の人命の形式に合わせたものである。現在でもこの慣習は広く行われており、国内の英字新聞や、 英語の教科書も日本人名を名声順に表記しているものが多い。一般的には名声順とし歴史上の人物や文学者などに限って生命順で表記している場合もある。明治時代に起こった脱亜入王の側面として日本人は欧米言語において西洋の名声という順序を採用し、当時の日本が後進国ではなく先進国であることを世界により、 広く知らしめることになった。球技などの国際的イベントに参加する際も、日本人は西洋の名声順序を使用していた。日本人には実際の名の短縮型となるニックネームがしばしばあり、彼らは外国人と一緒の時にこれらの名前を使うことも多い。例えば、和幸は自分自身を数と呼んだりもする。これらの名前はミドルネームとはみなされない。日本語表記では、 姓が先で、英語表記では、名前が、先という例。声優の折笠富子。大半の海外出版物では存命する。日本人の生命は逆さになっており。大半の日本人は、海外販売するものに書き込む自分の生命を逆さに、している。海外と取引を行う日本企業の幹部役員は、通常に種類の名刺を持っており。 一つが国内で使う日本語だけのもので、もう一つが外国人向けで、西洋式に名声となっているものである。海外の著名な報道出版物では、西洋式順序が用いられている。歴史上の人物は、英語でも名字が最初に呼ばれることが多い。これは、特に日本に関する学術著作の中でそうなっている。多くの学術著作は、一般的に日本人の生命について、 日本式の順序を使用しており、もしも著者が日本人学者ならば、学術著作は日本式の順序を使用する可能性がより高い。ジャパニーズネームズの著者ジョンパワーは、日本語を話したり読んだりできる人は、日本人の生命を西洋式の順序に変えることに強い抵抗があると記した。これら作家によって書かれた書籍には、日本人の生命がオリジナルの順序であるという、 注釈がしばしば入っている。一部の海外書籍には一貫した生命順序の慣行がない。ルックジャパンの佐伯静香は、これは作家や翻訳者にとって頭痛の種であるだけでなく、読者にとっても混乱のもととなっていると述べた。東京に本部を置くプロの執筆者団体、ソサイティーオブライターズ、 エディターズトラレイターズのリニー・リックスは、あなたが日本に関する本を出版する場合、あなたは日本について知りたいと思っている人々に向けて、それを出版しています。それで彼らは、何か、新しいこと、または、新しいとされている、何かを学ぶことに興味があるのです、と述べた。佐伯は2001年に、大半の日本人が英語を書く際には、西洋式順序を使っているとしつつも、 20世紀に日本は経済大国になったことで一部の人たちが日本式順序の使用促進を始めたと述べている。スウェットによって書かれた日本に関する英語著作物を作るための1998年ガイドジャパンスタイルシートは翻訳者が生命順序の一貫性を促したいとしてできる限り普段から日本式の生命順序を使うよう主張している。百八十七年 日本の英語教科書出版社の1社が日本式順序を使用し、2001年では日本の英語教科書出版社の8社のうち6社が日本式順序を使用した。2000年12月、文部科学省の国語評議会は、一定の書式に従って書かれる名簿や書類などは別として、一般的には、各々の人名固有の形式が生きる形で紹介、記述されることが望ましいとして、 英語著作物で日本式の生命順序を使用するよう推奨した。同時に個人名のどの部分が名字でどの部分が名前であるかを明確にするために名字を大文字にすることやコンマを使用するとの提言もなされた。英語における日本の生命の優先順位に関して文化庁が行った2000年1月の国語に関する世論調査では34.9%が 日本式の順序を優先し、30.6%が西洋式の順序を優先し、29.6%がどちらでもなかった。1986年に国際交流基金は全ての観光物に日本式の生命順序を使用することを決定した。国際交流基金の出版部広報は2001年頃によく読まれる英語話者の新聞を含む一部のスウェット出版物は、 西洋式順序を使用し続けると述べた。2001年時点で同局のスタイルシートでは、状況に応じて異なる、生命順序を使用することを推奨している。例えば、国際会議の文書など、日本に精通していない読者向けの出版物には、西洋式の順序を使用するよう提唱している。ありがとうございます。